おばすてから望む千く川。上流から順に千く橋、続、佐橋、長野自動車道千く川橋、北陸新幹線第3000曲がり川橋梁。千く橋は、長野県千く市久イセ下と岡山の千く川に架か,かる、国道403号の橋町402.4メートルのラーメン橋、シャバリ橋。左岸は、千く市東岡山。右岸は、同市久イセ下に位置する。 下流側そばに、休憩と水道橋があり、安全な洪水流下のため橋脚を揃える必要があった。そのため、桁を可能な限り薄くし、かつ、ランドマークとすることが求められたことから両端に、シャバリ橋を採用した。夜間には、首都のライトアップが行われ、1997年5月に、照明学会等海支部長から、照明優秀施設支部長奨励賞を受賞したが、 2011年3月11日の東日本大震災院を休止している。新橋の開通により、通勤時間帯の渋滞が解消された。歩道には退避所が設けられており、杏の花と棚田の月のレリーフが備えられている。2015年度道路交通センサスによると、通過車両は11,802台である。 筑熊橋は1892年4月に橋町244メートル、福音3.6メートルの目標が架橋され、1910年8月に橋町362メートル、福音3.6メートルの木桁橋に変えられた。1927年に大正橋と共に永久橋への掛け替え運動が起こり、サラシナ軍、ハニシナ軍の11町村からなる選挙区橋。 対象協会規制同盟会が結成され、長野県へ16回の探元を行った。事業化は1930年、着工は1932年である。1930年の昭和恐慌による失業、休納対策を兼ねていた。1933年3月28日の永久橋の開通により、サラシナ軍、ハニシナ軍の結びつきが強化されることになった。 1975年に福音2メートルの歩道橋を転化した。急橋は強用後約50年を経過し、老朽化による商板化のコンクリートや歩道舗装のひび割れなどの損傷が大きくなり、福音橋争、制限高などの問題があった。そこで、筑間橋掛け替えと前後の都市計画道路を一体的に整備することとして、1990年に、 新橋が着工された。完成は長野オリンピックを前にした1996年7月であった。新橋の開通当初は主要地方道公職赤品線として開通し、その後国道403号に指定された。ありがとうございます。